皆さんこんにちは、よしおです。さあやってまいりました、紳士の紳士による紳士のための動画。新年早々、仕事や勉強で疲れた青少年および聡明なビジネスパーソンを癒す企画でございます。よしおの部屋って誠実なマーベル解説系チャンネルだと思ってたのに、なんて下品な動画なのと思われた方、違うんです。いや違わないんですけど、僕はどの動画でも誠実にマーベルを世に広めるという使命感を持って制作しております。そしてどうやったらマーベルを世に広めることができるのか、そう自問自答して夜しか眠れない日々を過ごし、行き着いた答えがえなのです。お股に脳みそぶら下げてるアホなオスザルどもは、もうえのためなら夜の河川敷でシワシワになった大人の雑誌を探すし、深夜に興味もない洋画を2時間も視聴するんです。そう、えはマーベルに興味を持つ最大のきっかけになり得るのです。我ながら完璧な自己弁護。いや、女性視聴者はもしかこの女性蔑視野郎と思われた男性諸君、はっきり言おう、このチャンネルに女性視聴者は存在しない。このチャンネルアナリティクスにおける女性 2.5% もおそらくネカマです。もし女性視聴者様がおられましたら、謝罪の意味を込めてマーベルイケメンキャラ動画を作ります。ちなみにまだ前回前々回の動画をご覧になっていない方は、この機会にぜひご視聴ください。それでは行きましょう。ブラックウィドウ。黒いラテックスのピチピチスーツに豊満な胸、目を引く赤髪、 MCU でもおなじみナターシャ・ロマノフことブラックウィドウ、もう説明不要の美しさ。 MCU のスカーレット・ヨハンソン様演じるナターシャも最高なのは言うまでもない。当たり前ですが、例のサイトで検索された映画&キャラクターランキングでもトップ5に入っております。みんな検索しすぎや。ちなみに1939年生まれとか1928年生まれとか言われており、実は90歳近くの美熟女です。超人結成すんごい。もちろん年齢の数だけ大人の関係を持ったキャラも多く、主だったところだけでもトニー・スターク、ホークアイ、バッキー、ハーキュリーズ、デアデビルなどが挙げられる。正直羨ましい。男の扱いだけでなく、格闘術や銃火器の扱いにも長けており、シンプルに強い。ちなみに猫派らしいです。ナイトナース。ナースと聞くだけで動悸がするのは僕だけでしょうか。あの純白の衣装を着ていれば、顔面がウルヴァリンでも興奮してしまう僕はもはやパブロフの犬です。彼女はヒーローが隠れて通える診療所を経営している看護師というか、ほぼ医師というか天使。この見た目と暴力的な胸で数多のヒーローを癒している。そして何よりナイトナースっていう名前が、えっ、コミック内でもたびたびナイトナースという名前がネタにされており、ドクターストレンジには AV のタイトルみたいな響きと言われ、ファイアスターには朝11時にナイトナースに見てもらうなんてと言われ、ドクターストレンジとナイトナースが付き合ってたことを聞いたモッキンバードには、ドクターストレンジ&ナイトナース、そのテレビドラマみたいと言われている。だが実は1961年に初登場したキャラであり、アイアンマンより子さんだったりする。もともとはたまに銃を持ったやつが来るごく普通の病院に勤務していたが、いろいろあってヒーローを支える小さな診療所を持つことになった。ちなみにヘアピンでピッキングできるなど、医師以外の技量もすごい。ナイトナースの名を冠するキャラは他にも何人かおり、代表的なのはコミックナイトナースでリンダ・カーターと共に主役を演じたクリスティン・パーマー。ここら辺の理解は僕も曖昧なのだが、多分作家さんもこの2人がごっちゃになっているっぽい。黒髪のリンダ・カーターがコミックドクター・ストレンジ・ザ・オークからストレンジと付き合うのだが、その後ニュー・アベンジャーズ34号では完全に見た目がクリスティン・パーマーになっている。その後ニューアベンジャーズ57号で再登場した際には、ヒーローたちにはリンダ・カーターとして紹介されているが、最大の海外マーベル情報サイトマーベルデータベースでは、この時のナイトナースの写真がクリスティン・パーマーになっている。またコミックバルキリー・ジェーン・フォスターでは、コミック内は完全にリンダ・カーターなのだが、表紙の見た目がクリスティン・パーマーになっている。このせいでコミックによってクールな性格だったり、きつい性格だったり、バラバラ。ただこんな状況でも平然としたり、ムーンストーンに脅されても一切動揺しないなど、かなり肝は据わっている。もう好き通り越して普通にかっこいい。ちなみに右の部屋よというセリフはナイトナースの代名詞である。 MCU でもしこのセリフを放つキャラがいたら、そいつはナイトナース。ベリティ・ウィリス。皆さんタトゥーは好きですか？あ、こっちじゃないよ、もちろん好きだけど。いかついタトゥーにメガネという超ド級のギャップに加えて、この暴力的なまでの胸。彼女は幼い頃に家宝の指輪を飲み込んだことで、他人の嘘が見抜ける能力を持った一般女性。そのため嘘にまみれた世界と距離を置き、一人で過ごす独身女子、つまり彼氏はいないってことさ。シャアなしで行ったマッチングパーティーで出会った嘘の神ロキと意外にも気が合い、ロキと最高で唯一の友達となる。ロキとはめちゃくちゃいい関係で、時に助け合い、時に言い争い、そしてまた仲直りするという深い友情を築いた。性格はサバサバしておりきつめだが、ロキと離れた際には寂しそうな一面を見せ、そのギャップにハートを射抜かれた男子は多い。ロキとは最高の友情を育み、多分一線は越えていない。マーベルにおいて男女の友情が存在することを証明した貴重な例。
ちなみに全マルチバース崩壊イベントインカージョンを回避した数少ない一般人であり、マルチバース再編成後は報道記者になっている様子。アスク、ヘビっぽいやつとかそうじゃないやつとかが集まるヴィランチーム、サーペントソサエティに所属する女性。チャイナっぽい服に太ましい太もも、この見た目だけでも100万点なんですが、彼女は本名も美しいんです。個人的にはマーベル一美しい名前だと思っています。その名はクレオパトラ・ネフェルティ。エジプトの美女中の美女と言われたネフェルティティに加えて、世界史における美女代表のクレオパトラを合わせる贅沢セット。もちろん彼女自身もエジプト出身、もう名前だけでお腹いっぱい。元ダンサーで聡明な女性。友人思いでダイヤモンドバックスがキャプテンアメリカとデートした時は、邪魔が入らないようにブラックマンバと共に陰ながらフォローした。この3人は後にバッドガールズインクという仲良し3人組を結成したが、最終的に解散している。その後はミュータント国家クラコアにいたようだが、いつの間にかサーペントソサエティに戻り、ナイトホークにボコられた。ちなみにコミックによって肌の色がコロコロ変わる謎の特性がある。余談だが、サーペントソサエティはこの3人を筆頭にエチエチお姉さんだらけなので、もっとコミックに登場してほしい。ロキ、ロキが突然性転換した姿。死人のような白い肌、病人のようなクマ、分厚い紫色の唇、抜けた歯、控えめに言って好き。 MCU のシルビーのモデルがこのゴッド・オブ・ストーリーズ版女性ロキと思われる。どっちも最高だよね。彼女に関しては特筆すべきことはないが、とりあえず見た目が好き。ディフェンダーズ・ビヨンドで再登場した際は顔と頭がだいぶ悪くなっていたが、まあそれはそれで面白かったし良き。ちょっと前はシフの皮かぶったロキもいたけど、あっちも好き。眉なしのいかつさがセクシーに変換されている気がする。ちなみにロキは女性だけでなく狐にもなれるので、ケモナーにも対応。さまざまな需要に応えてくれるロキはまさにゴッド・オブ・エ。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。前回の動画を見た方は、え、普通のキャラばっかりだと驚いたことと思います。たまにはノーマル需要に対応することも大事なのです。ちなみにキャラによって解説量に差があると思いますが、それがそのまま僕の思い入れの違いと思ってください。今更ですが、キャラの選定は 100% 主観で行っております。そしてマーベルには紹介しきれないほど魅力的なおっぱい、魅力的なキャラがたくさんいるので、興味を持った方はぜひ配信にお越しください。変態紳士の皆さんをお待ちしております。それでは皆さんの好きなキャラもぜひコメントで教えてくださいね。また次の動画か配信でお会いしましょう。さようなら。